音妙曲がたま波動のシンボルともなった音妙魚の対極図、周頓意、対極図説に描かれた最初の対極図、朱子学によって重視された。対極とは、駅の生成論において音妙思想と結合して宇宙の根源として重視された概念である、道教や儒教に取り入れられた。中国の思想、対極は万物の根源であり、ここから、 音量の二元が生ずるとする。もともとは、液境形自上伝にある言葉で、液有対極是性両儀両儀正四増四増性八家八景低吉橋吉橋正大行といったように、液の八家の生成過程、ひいては天地万物の生成論を示すものであった。これは、どうかの生成論として用いられた大地と類似する。この生成論は早くに、音量思想と結びつけられ、 関代、両義は天地、または、恩を、四蔵は四字の木、対局は、春秋学から生まれた、元気の概念に素定され、元気恩をマイナス四字万物と解釈された。疑心以降になると、この構図は、老僧思想の生成論の根本となる、老子道特教四十二章の、同性一一性二二性三三性よろずもの、道は一を生じ、一は二を生じ、 には三を生じ、三は万物を生まず、と対比され、対極イコール元気を、老子の一や、創始の一気とみなし、その上位に、老子の道を置くような解釈が行われた。北創になると、周東医が、対極図説によって、老子道特教28章の無極を取り入れ音陽を補行によって、解釈した、無極対極音陽をマイナス五行健康男女。 万物といった構図を図として提示した。南宋の出記は、自説の力に言論を説明するためにこの図を取り入れ、音量イコール期に先行する、対極イコール理とした。なお出記は、周東義が対極の前に関した、無極は対極に先行するものではなく、対極の性質を形容するものであるとして、無極にして、対極と解釈している。また壮大から起こった疫学では、 対局から始まる宇宙生成を描いた図像が用いられるようになり、これを対局図という、ありがとうございます。